はい、どうも皆さん、こんにちは、モンガーです。今日はですね、スヌーピーのグッズを売ってるですね、公式のお買い物スヌーピーというですね、通販サイトがあるんですけれども、そちらでですね、買った商品を紹介したいと思います。めっちゃ重いんだよね。じゃーん、こちらですね、ピーナッツキッチン with ブルーのホットサンドメーカーダブルというわけですね。こちらですね、ブルーノといったらですね、フライパンとかの、そういうやつか、あとはまあこのホットサンドメーカーというのが有名なんですけれども、今回ですね、3月4日に、ついに発売されたこちら、買ってきました。買ってきましたっていうか、これ、届きました。昨日届きました。3月4日注文で、3月11日到着ですね。多分、都内だったら3月10日に到着したかなって感じですね。はい。よいしょ。こちらね、なかなか発送されなくてね、いつ来るんだって思ってたらやっと来ましたね。はい、めっちゃ重いですよね、これやばい。ちなみにこちらですね、シングルとダブルがありまして、まあダブルはこの、ホットサンドがね、この辺2枚に横に並べて焼けるんですけれどもですね。で、シングルはまあね、この細いタイプで1枚だけになってるんですけれども、こちらね、ダブルがすごい人気で、多分今完売してるんじゃないかな、ずっと多分ね、2日ぐらいで完売してからずっと完売してるはずです。再入荷予定だけど、いつ入荷するかわからない状態。でですね、ちょっと開けるんですけれども、すげえすげえ。こちらが一応説明書。お、何これ。あ、すごい。あ、そっか、ブルーノだから互換性あるのか、他のと。一応ですね、ブルーノのね、このプレートが売ってるんですけど、別売りでね。これ買えば一応それも使えますよっていう感じになってますね。何このお魚プレートって。これ見たことないんだけど。ビッグたい焼きが1つ、1匹作れる。え、これ欲しい。買おうかな。ちょっと多分買うな、これは。で、ですね。まず、本体見せましょうか。はい、こちらが本体。ちょっとレビューっぽくいくんでね。ブルーノのベージュのデザインですね。これ1色だけですね、あるのは。はい。で、裏はまあ、こんな感じで。足がついてる感じですね。で、こう置いて使う感じ。で、これがタイマーのダイヤル。最大10分だったかなですね。10分。10分までダイヤル回せます。まあね、中の具材とかに合わせて変える感じですね。で、とりあえず、ちょっと包装取ります、全部。今日ちょっとね、実食まで やりたいと思うんで。よいしょ。もうね、スヌーピーファンはこれを待ち遠しく待ってたのね。はい、それではですね、フィルム剥がしたので紹介したいと思います。ではまずこちらですね、スヌーピー、チャーリー・ブラウンで、ルーシーとサリー・ブラウンですね。で、こう挟んで、まあ、スヌーピーとチャーリー・ブラウンは一緒になることはないのかこう考えると、ここのね、上下がペアになるんで、こうね、こんな感じですね。スヌーピーは、サリーとかペアですね。はい。はい。こちらね、主要人物4キャラクターですね。まあ、自分はね、ルーシーより、ペパーミントパティの方が好きなんだけどね。まあ、ルーシーはちょっと意地悪っ子なイメージ、キャラクターなんで、はい。で、ですね、なんでね、このダブルの方が人気があるかって言いますと、こちらの替えプレートがあるんですよ。ダブル限定の、映るかな、じゃあちょっとこうするか、こんな感じなんですけれども、ですね、4つのね、まあ、なんて言うんだろう、パンケーキミックスとかで作れるようなちょっとしたね、まあ、回転焼き、今川焼き風なやつが作れるんですけれども、これがついてるからこっちが人気があるんですよね。シングルの方はね、まあ、これどうしてもこのダブルサイズのね、横幅なんでついてないんですよ。なのでね、こっちのダブルの方が人気で、シングルは多分今でも多分買えるはず、普通に。まあ、みんな買うとしたら多分こっちのダブルになるんじゃないかなっていうのが、まあ、これが大きな原因ですね。はい、じゃあ今からこちらをですね、とりあえず開封が終わったので、まあ、洗って、一応から焼きしてから、試しにね、どちらも焼いてみたいと思います。よいしょ。あと、すごい可愛いよね、めっちゃね。めっちゃおしゃれじゃない？これはマジでおしゃれだし、コンパクトだし、まあ、重量はあるんだけどね、やっぱり。これはね、もうね、壊れるまでひたすら使えますね。
1週間に 1,2 回は多分使うと思うんで、これ大事に、ね、使いたいと思います。では一旦これで焼いてみたいと思います。はい、というわけですね、長々結構かかったな。ちょっとね、具材やら準備したらしたら1時間近くかかったな。というわけで、早速ね食べていきたいと思います。こちらがホットサンドが2個で、回転焼きっぽいのが2個。ちょっと待ってね。で、スヌーピーの裏がですね、こんな風に、サリーブラウンになってますね、こっちは。で、チャーリーブラウンの裏が、ルーシーとなってますね。いい感じに、いい感じの焦げ具合じゃない？あ、でも画面で見たらめっちゃ濃く見えるけど、実際見たらちょうどいい感じの焦げですね。で、ちょっとね、こちらをね、食べていきたいと思います。食べていい？うまっ、めっちゃうめえんだけど。まあね、普通の味自体はね、普通のホットサラダと変わんないんで、まあ、ぶっちゃけここでね、焼き目だけなんでね、これは。でも美味しい。いいっすね、やっぱスヌーピーファンとしてはさ、このスヌーピーの焼き目があるってだけでもね、付加価値がやばいわ。熱っ。以上ですね、レタス、ハム、スクランブルエッグ、チーズってのってるんですけど、最高っすね。カロリーやばそう。うまい。はい、まあこんな感じで。では、スイピーの回転焼き。中はあんこ食べます。うん、めっちゃ普通の回転焼きって感じ。まあでもね、あんこが入ってるだけで特にね何もしてないんだけど美味しいっすね。うん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 。あ、でもその回転焼きの方なんですけど、焼くのめっちゃ難しいです。開くプレートがですよ、180度まで綺麗に開かないから、片方焼いてプレート外して、もう片方のプレートをつけてって感じで一旦焼くんで、めっちゃ難しい。多分ね、買った人は分かると思う。説明難しいんだけど、まあ、プレートがこう開かずにここまでなわけですよ。で、こっち側はさ、まあね、その普通にね、生地垂らしていいんだけど、こっち側斜めだからさ、生地垂らしちゃうともう溢れてくるわけですよ。だから一旦こっちだけつけて焼いて、でこっちについてるプレートを外して、でもう一個のプレートをまたこっち側にはめて少し焼いて、で生地がある程度固まったら どっちにもつけてガシャンって感じなんですよね、あんこ挟んで。だからすごい難しいんですよね。だからそこをちょっと改良しないと多分この商品100点はあげれないですね。なんかいい焼き方ないかなと思ったんですけど、ちょっと思いつかなかった他に。うん、おいしい。もう一回水分が欲しい。あとはいちごとバナナとね。うん、おいしい。バナナうめえな。バナナってやばいよね、栄養価も高いし安いし、うまいしで、マジバナナ。あ、まあ傷みやすいってのがあるか。
SP がまじ首チョンパされてんだけど、まあ、中はこんな感じですね。めっちゃうまそうじゃない？ほらピンと合わねえかな。あ、合いますね。やばくない？最高っすね。よいしょ。じゃあまあね、レビュー的にはこんな感じか。でね、いいところは、まあ、とにかくね、このスヌーピーのね、キャラクターの刻印が可愛い。あと本体のデザインがまあね、ベージュ調ですごいおしゃれ。あとまあ安定信頼のブルーので、いまいちだなっていうものはやっぱコストと生産量がまあね、生産が追いついてないというか、まあ個数が絶対量が足りてね欲しい人に対しての供給がね足りなすぎるんですよね。なんで追加生産がどれぐらい来るかによるけど、まあね、欲しい人にねうまく行き渡ってプレミアム価格にならないことをまあね期待してます。で、一番ダメだと思ったのがやっぱこの回転焼きの部分のどうやってうまく焼けばいいのかっていうのがね、いまいち難しい。これ多分、これか、もしこの商品買っていい焼き方してますよって人がいたらぜひ教えてほしいですね。まあ、自分としてじゃあね、その回転焼きの部分が一番残念かなと思いますね。はい。で、まあね、一応まあスヌーピーファンからするとまあ80点ぐらいかなーって自分の中ではありますね。こっちのホットサンドに関しては文句なしで綺麗に焼けます。まあね、今後もね、いろんな具材ね挟んだりして食べていきたいと思います。こっちがね、作りやすかったらもうね、20個とか一気に作ってなんかね、チーズとか入れたりハムエッグとかにしたりで、まあね、家族用作ったりしてね、おやつ代わりに食べたいんですけども、ちょっとめんどくせえなっていうのがありますね。はい。じゃあというわけでですね、以上が今回のスヌーピーのホットサンドベーカーダブルのね、レビュー動画になります。自分はね、もうね、スヌーピーをね心から愛していますので、よろしかったらね、チャンネル登録高評価お願いします。じゃあちょっと食べ終わった後でね、ちょっと汚いけどこれで終わりたいと思います。じゃあバイバーイ。